三門尾張国分寺は、愛知県稲沢市八橋町にある、臨済宗妙心寺派の寺院。三号は、鈴置山。本尊は、薬師如来。奈良時代に、聖武天皇の詔により、日本各地に建立された、国分寺のうち、尾張国国分僧寺の後継寺院にあたる。本校では、現寺院とともに、古代寺院跡である尾張国分寺跡と、尾張国分尼寺についても解説する。現在の国分寺は明治19年に円鏡寺から改称した寺院で、創建期の国分寺跡からは北約900メートルに位置する。この円鏡寺の創建には諸説があり、永和元年に大寺氏の開基とも、覚山の開基とも、嘉暦3年に柏安周囲の開基とも言われる。資料から嘉暦3年以前は確実とされる。円鏡寺は、元は北方の一本松の地に所在したという。しかし17世紀初頭に、屋号定石の現在地に移され、この時に、旧国分寺の釈迦堂も椎の木から境内に移されたという。江戸時代には、釈迦堂に、旧国分寺の本尊とされる、薬師如来像を安置し、後この薬師如来像は本堂に移され、円鏡寺の本尊となった。尾張名所図会によると、近隣の円光寺とともに、両円光寺と称されたという、明治19年に旧国分寺の本尊を継承するという自伝を根拠として国分寺と改称し、現在に至っている。この国分寺では文化財として鎌倉時代頃作の木造語句が伝わっている。尾張国分寺跡手前に東祖石、奥に尾張国分寺旧址石踏。古代の国分僧寺の遺構は、現国分寺から南方約900メートルの愛知県、稲沢市八橋町中椎の木にある寺院跡とされる。三宅川左岸の自然堤防上に位置し、北北東4kmには、尾張国府推定地が所在する。寺域は、東西約200メートル、南北約300メートル以上と推定されるが、確定には至っていない。これまでの調査では、金堂、講堂、等の遺構が見つかっている。伽藍配置としては、金堂、講堂、南大門が南北一直線に並び、金堂左右には回廊が取り付くと見られ、その回廊外の東方に塔を配する。詳細はそれぞれ次の通り、金堂が荒石基段で、東西 25.6 メートル、南北 21.6 メートル、真北から西に約6度傾く、講堂が荒石基段であるが、規模は不明。真北から西に1度傾く。礎石2個が検出されている。当瓦石基段で 14.7 メートル四方。真北から西に約6度傾く。基段の叩き締めが弱いことから、創建時の70塔ではなく再建時の三重塔の遺構と考えられている。真礎を含む礎石4個が残る。2014年現在では、遺構の多くは民有地に所在するため、整備はなされておらず、塔の遺構以外は明示されていない。塔の遺構においては、礎石4個が残るとともに、大正期に、尾張国分寺旧址石踏が建てられている。なお、他に中門、南大門、回廊の遺構は見つかっていないが、推定地域内からは大量の瓦が出土している。伝承では、旧国分寺の東西南北には、四岳寺と呼ばれる松寺があったと言われ、北方の安楽寺、東方の平楽寺、南方の長楽寺、西方の小楽寺がこれらにあたるとされる。資料では、天平13年の聖武天皇による国分寺建立の詔に続いて、尾張国分寺に関し、続に本記において、天平正保元年5月15日条、神護慶運元年5月20日条、神護慶運3年9月8日条、宝亀6年8月22日条にそれぞれ記載が確認される。このうち、神護慶運3年記事によると、当時の国府、国分寺、国分尼寺の位置は鵜沼川下流とされる。日本紀暦元行8年8月26日条では、尾張国分寺が消失し、その機能を愛知郡定額寺の元興寺に移したと見える。発掘調査においても、この消失後の存続は認められていない。なお、空也類や、六原光寺縁起には空也が24歳の時に、尾張国分寺で剃髪したとあるため、その頃には、尾張国内に、国分寺を称する寺院が存在した。その後中世紀の記載は少なく、明徳2年の西大寺諸国末寺帳において、西大寺末寺として、尾張国に国分寺の記載があるほか、妙光寺文書等において C の木の寺院跡付近に、国奉領、国分寺地の地名が認められる。C の木では、江戸時代以来の地史などで、国分寺の所在が伝承され、大正4年に前述の石碑が建立された。昭和36年から平成25年までには、17次にわたる発掘調査が行われた。これらの発掘調査結果や、国府に近いという所在地、また、上記の記録、伝承をもとに、以降は、尾張国分寺跡として認められ、平成24年に、国の史跡に指定された、法華寺尾張国分寺推定地。古代の国分尼寺の遺構は未詳。所在は、国分寺跡から北西約 1.5km の稲沢市法華寺町の法華寺付近と推定される。これは、江戸時代中期に、天野貞景が、塩尻において、国分尼寺の名残が法華寺村の法華寺にあたると、記して、以来の説である。しかし現在までに発掘調査は行われていないため、詳細は明らかでない。付近の民家において、礎石と見られる庭石4個が認められている。資料では、永延2年の尾張国分寺百姓統会分において、尾張神の藤原元長が尼寺修理料を下業しない旨が見えるほか、大江正房の寛弘6年創上において、長保3年から寛弘元年の間に、尼寺修造の旨が記される。このように国分寺より長い11世紀までの存続が確認されるが、その後の経緯は不詳。上記の法華寺は、自伝では、永正年間に、無味善光が祭社慶林を招き、尼寺跡地に一宇を建てて、大鈴山国鎮寺と合したことに始まるといい、織田氏の陛下にあったが残った衝動を現在地に移したという。近世の一時期は、大弱い。山谷椿寺と改称したが再び、国鎮寺に戻し、後、明治20年に、法華寺と改称して、現在に至っている。この法華寺では、平安時代末期作の木造薬師如来座像が伝わっている。所在地交通アクセス周辺注釈して尾張、国分寺跡に関するカテゴリー、尾張国分尼寺に関するカテゴリー、ありがとうございます。